首都東京の危機はさらに増しています。今日新たに47人の感染が確認されました。感染の急拡大を受け、今夜安倍総理と小池都知事が緊急会談を開くことになりました。こうした中、取材班のカメラは不安が広がる都内各地で起きている替え玉現象の現場をさまざまな角度から捉えました。こちらのスーパーでは開店前にもかかわらずおよそ50人ほどが列を作っています。はい、お待たせしました。どうぞ、いらっしゃいませ。どうぞ。開店した途端、カゴを持った買い物客が一斉に店内へ。開店からわずか15分、卵の棚の一つが早くも空に。さらに冷凍食品や納豆なども次々と棚から消えていきました。本当になくなっちゃったとしたら、じゃあ子どもたちのご飯はどうするのってなるから、まあ必要な分は必要なものだけ買っておくしかないのかなと思います。特に売れていたのが保存が効くインスタント麺。どのくらいのペースで買われていくのか、定点カメラの映像で見てみると、帽子をかぶったこちらの男性、棚に近づくと迷うことなくカップ麺を8個カゴの中へ。こちらの女性はじっくり品定め、そして12個のカップ麺を購入。カゴの中はほぼカップ麺です。この店の今日午前中の売り上げは先週木曜日の2倍になっていました。今まで仕事来た中で一番忙しいかなってずっと走ってます。なんか出せばなんか売れるし、出せば出すだけ売れるんで、まあ終わりはないです。こうした現象は都内のホームセンターでも。トイレットペーパーにティッシュなど日用品たくさん購入されています。トイレットペーパーにおきましては、ただいま店頭に出ているのみとなります。なお、お一家族様自己管理とさせていただいております。用意された500袋ほどのトイレットペーパーはわずか1時間で完売。あと1個なんですよ。だからこれちょっと、またないと思って。思わぬ売れ行きに店側は今日夜にも再び仕入れることを急遽決めました。地域のお客様にしっかり貢献できるように、入ってきた商品に関しては全力でですね、売り場の方に出させていただいて、そこは安心していただいて必要最低限のもので購入していただければと思います。